こんにちは、はい、豊さん、はい、阪神のキャンプでなあ、はい、岡田監督にも、いや久しぶりでさ、はい、岡田監督に会うのもね、はい、でワクワクして、はい、まあ阪神に、うん、まあキャンプ地には何回も行ったことあるし、はい、受付する場所ももう変わってなかったし、だからまあまあ懐かしいなと思いつつも、はい、まあ、岡田監督がどういうような雰囲気で、うん、まあ、10年ぶりぐらいだからね、ユニフォーム着られるのね、なんかどういう感じかなと思って、もう最近うるさくなってるよな。昔はさ、階段降りてグラウンド降りれたんだけどさ、うん、今まあコロナの影響もあるのかもわからないけども、はい、いやこっちから回ってくださいとかさ、ああそうなんだと思って、これはルールだから別に構わないんだけど、はい、早く岡田監督行きたいなと思って、はい、上からちょっと見てたんだよ。守備練習だったからどっちみち、うん、あの話をできないしね、はい、おじゃなんかこうピーンと張り詰めたものを感じながら、あんまり声も出てないし、選手の、うん、だけど、うん、なんかすごく重みがあるというか、一つ一つのプレーにね、はい、おーっと思いながら、うん、で守備練習も終わりかけたから、その規定の動線があって、そこに行ったんだよね、一塁側のファウルグラウンドから入るんだけど、うん、でそこに平田勝夫というね、はい、明治大学俺の一個下のやつが立ってたから、はい、平田とか言って、カツオーとか言って言ったら、うん、パッと見たら、え、ムシみたいな、まさかのみたいな、カツオーとか言ってたら、はい、お、豊さんですかって、今練習中だから、ダメ、だから昔だったら、うん、え、豊さん、来たんですかとか、まあ、ものすごい明るい人のいい、はい、あの人間だからさ、来てくれるんだけど、ちょっと待ってくださいと、うん、岡田監督ももうニコリともしないし、向こうの方にいてね、はい、で対面になったんだけどさ、おおとか言って、久しぶりやなとか言って、まあ喜んでる風な表情を受けて、はい、うん、あ、まあ監督室来いよみたいな、あ、そうなんですか、あ、そう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 、まあ練習も 見たけどね、もちろんね、はい、でも練習中に死後する選手っていうのはほとんどいなかったな、なんか黙々とやるというか、その場でなんかアドバイスあったり、こうした方がいいとか、そういうことも、まあそれは各コーチがやってるけど、うん、だけどまあ岡田監督があるコーチに、うん、今のどうなんやとか、うん、まあそういう聞くことはあっても、選手に声をかけるっていうことはない、うん、で渡辺亮がいたからさ、あ、はい、亮呼んで、うん、まあ、日本ハムの時から知ってるからね、亮、うん、とか言って、じゃあ寂しいじゃないですか、うん、来ないかなみたいな、はい、まあ、お前のためだけに生きてるんじゃねえよまあそういうこと言いながら、はい、お前岡田監督と喋ったことあるかって、岡田監督ここにいて、はい、あるかって言ったら、いやないっす、見ようともしないで、なんか怖いものを見るみたいな目で、へえ、うん、やっぱ選手にも浸透してるんですかね、やっぱりちょっと、いや、なんか岡田監督っていうのはそういう感じの人じゃないよ、うん、監督ってこう寄っていけば来るものを拒まずの人だから、はい、どうとか言ってくれるんだけど、なんとなくこう一線を置いてるというか、うん、それがこう嫌とかじゃなくて、なんか重みというか、ね、そこの、まあ、壁ではないですけど、そう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 、なんかマスコミで岡田監督厳しい厳しいっていう記事先行で、選手たちもいや、はっきりしてるんだよ、できるのかできないのか、もうここだけなんだよ、うん、だから白か黒なのかって、どっちかなの、うん、なんかキャンプ見ていて、やっぱ岡田監督が守備の子を見ながら、どんなことを考えてるなとか、なんか感じ取ったものってありました、あ、こういうとこ見てるのかなとか、やっぱ取り方とか投げ方とか、うん、まあ、基本を見てると思うんだけども、うん、やっぱコンバートについて話をしたけどね、あ、どうでした、いや、そのやっぱ解説時代にこうやって上から見てて、ポジションって上から見た方がよくわかるじゃない、はい、でやっぱ中野をセカンドにしたっていうのは、うん、やっぱこうだん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 ポジションが前に来ると、うん、でこうやっちゃいけないとか自信がないと前にポジショニングをしたがるんだよね、選手って、ジャックルしてもすぐ取って間に合うとか、うん、少し前に来ちゃうんだよ、うん、だそれを岡田監督がこうずっと見てたんだね、で中野はやっぱこうアマチュアの時にはセカンドだから、はい、それを見抜いてて、でやっぱこれはコンバートした方がいいな、うん、まあその大山佐藤輝明、はい、クリーンアップ打つ人間がポジションをこう移動させられるっていうのが、はい、やっぱどうしても消せないと、うん、やっぱそうなったら打つ方にも影響が出てくるし、やっぱクリーンアップは打つのが仕事だから、ポジションチェンジをしないでいいようなポジションを与えなきゃいけない、はい、で大山っていうのはやっぱファーストのハンドリングもうまいんだよ、うん、
うん、だからそういう意味では、まあ、大山でサトテルもサーブやったりライトやったりとか、そ う, そうじゃなくて打ってほしい選手は固定にするっつってたよ。あ、まあ、確かにそうですよね、うん、で中野もセカンドだ、あもうここは、はい、うん、でやっぱ早急に少し難があって、うん、負担になるんだったらやっぱセカンドの方が負担は軽減されると、うん、じゃあショートはどうするの、はい、木浪と小畑、はい、でこの2人は確かに特徴があると、大畑は肩強いし、木浪はやっぱこう今年になってバッティングが非常に成長していると、うん、じゃあどっち使うんだって言ったら、やっぱショートで1年間フルに初めての経験でちょっと無理やろうと、うん、だからこの2枚でいければいいと思ってるよと。なるほど、うん、だからそう無理してレギュラーとか言うんじゃなくて、はい、この2枚でそのショートというポジションを賄ってほしいかなっていうような、そういうことを考えてる。あ、そうなんですね、うん、それでキャッチャー梅野をやっぱ使うと、はい、うん、まあ100試合以上、いやだからこのピッチャーと相性が悪いとか、うん、このキャッチャーの方がいいとか、そんなあるかみたいなおっしゃってましたいやいや、それはねプロだから合わせてくれなきゃ困ると、はい、合わないんだったら合うようにコミュニケーションも取らなきゃいかんと、うん、だからやっぱ強いチームにはそれらのレギュラーがあって100試合以上出てると、だピッチャーによってコロ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 変わってるようではやっぱこれはゲームにならなくなると、はい、だからまあ梅ちゃんをまあ中心に、はい、まあ、使っていこうかなっていうふうには思ってる。まあ100試合以上はっていうことですね。まあそうだね、最低、うん、だからまあそういうことも話をしてくれたし、はい、じゃあどこを警戒しますかって言ったら、うん、DeNA かなとか言ってくれ、やっぱ負け越してんだよ。でそれまでは良かったんだけどさ、 DeNA にあれだけの負け星をつけられてると、もうこれはちょっと考えないかなとか言ってた。ただその分析っていうか、まあ、対策っていうのはこれからになって、まあ、これからだよね。でもまあ左対策はしていかなきゃいけないだろうなっていうふうには言ってたけどね。あ、そっか。でやっぱりまあ今のヤクルト、はい、まあ、連覇してるから、はい、まあ、ヤクルトが強いんだよなとか言ってたいや村上いますからねって、うん、で村上どうするんですかって言ったら、はい、そんなもん歩かしときゃいい簡単にいやいや監督満塁になったらどうするんだって、逃げれないでしょって言ったら、うん、いや満塁にしないって言ってて、あ本当かよみたいな岡田監督らしいんだよ。そうなんですね。そうそう。でもこれ村上選手歩かせても次あれですよ、外国人オスナ、まあ、そんなもん抑えればいいんだろうって。あ、だからやっぱりピッチャーに関しては相当自信は持たれてるよね。そうですね。あ、まあまあいいよなってうちの投手陣はとは言ってたよ、ね、おっしゃってましたか。言ってたよ。いやだから、まあ、投手陣はまあまあそこそこね、うん、他と比べても遜色ないと、うん、だからまあ自信はあるんじゃないの、うん、いやそうなってくると、ね、まあ、競馬で言えば二重丸本命になるんじゃないですかって、うん、はい、俺はまあ俺はルメールやからえルメールって何ですかって、うん、俺は負けない騎手だからとか言ってた。すごい。いやだからリップサービス、まあ、リップサービスだと思う、まあ、まあ、面白おかしく喋ってくれたんだと思うけども、はい、まあ、面白かったよ。さすが岡田さん。ということはもう優勝ですかって、うん、え優勝じゃないあれよって言ってたよあれだろうみたいな、俺が訂正されたよ、あれって言われました。あれだよ、相当気に入ってるんですね、やっぱあれが。まあ気に入ってるのかもわからないね。そうですよね、うん、だからまあすごく味があるし、今ねいろんな戦いを見てきたけども、昔は、まあ、例えば星野対野村とか長嶋対野村とか、はい、まあ、いろんなその監督が見出しになっての戦いが多かったけども、今なんか選手が勝手にやってるだろってだからそれじゃ重みがないんだよって、勝負ごとに関して。いやだからやっぱこうそれは重みがあった方がいいんじゃないかって言ってたね。じゃあ原監督と楽しみですねって言ったら、うん、あのほらおうよいやその話になぜなったかというと、緊張感の話をしたんだよね、はい、なんか死後してる選手もいないし、うん、相当な緊張感ですねって言ったら、いや別に何も言ってないんだけどなって言ってたよ。でやっぱりでも監督の重みっていうのはそれは出していかないとダメだと思うよっていう話はしてくれたけど、そうですね、やっぱね伝統的、まあ伝統的にっていうか勝負の世界ってさ、やっぱ大将がいてそこでこう兵隊がいてみたいなさ、うん、そういう戦いじゃない昔からの、はい、だからやっぱこう昔ながらの、うん、まあ、そういう戦いだから巨人阪神戦なんか、まあ、阪神巨人戦か、はい、
なんか楽しみだよね。そうですね、なんか久々にこうね、原 VS 岡田みたいな、そう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 、なんかワクワクする。うん、だから、なんていうのかな、まあ、岡田監督と原監督って日米野球でね、はい、が一緒になって、俺もそうだったけど、岡田監督の部屋子が俺だったから。あ、そうなんですか。そうそうそう、一緒だったんですね、じゃあ。まあ、何してんだって、まあ、立つと飲んでたりとかしてたら、はい、もう何してたんだって、寂しがり屋だから、ね、結局。岡田そうそうそう、いやだからまあそういう話もあったりとかね、はい、まあ、いろんな話をしてくれたけど、うん、まあ、楽しかったよね。そうですよね。俺はね、なんか久々にね、また、まあ、豊さん年代の監督が阪神に来たっていう、まあ、そうだね。だけど、まあ、打順の組み方、うん、まあ、近本が1番、2番に中野になるやろうなとかいう話をしてて、うん、でも3番、これまた左を持っていくと3枚左並べるっていうのはちょっとリスクがあるかなって、まあ、3番右にしたいなとかさ、はい、ジグザグっていうのを考えてますかって、いやそれは考えないけど、うん、まあ、3人並ぶと、まあ、相手のこと考えてるんだよね、まあ、ワンポイントが1イニングになるという。そうですね、うん、だからそれはちょっと避けたいなとか、あ、まあ、まあ、そういう話もしてくれたしね。新外国人については特にまだ言及とかはしてなかったですか。そんなに、まあ、レフトを予定してるノイジーは、うん、ええよ言うて言うてた、ええよええよ、広角に打てるし、ね、そうですよね、うん、あとミエスです。あ、まあそこら辺はどうなんかなとか言ってた、うん、まだ体重が重いのか、まあ、あのままなのかとか言ってたけど、まあ、そこら辺はこう日本人を入れたりだとか、うん、いろいろしていくのかなっていうふうに思ったけどね、うん、まあほぼなんかこうポジションは決まりながら、うん、一軍のベンチを目指してね、みんなが頑張ってるというね、うん、まあ、そんな感じだったけど、やっぱコーチに対してもいい緊張感を与えてるね。そうですよね、与えてる平田コーチがね、今はっていうぐらいのですから、ね、うん、だからうかつにお前 YouTube 出てくださいなんて言えなかったよ、お前。なんだ。いや違う違う、電話では言ったことあるんだよ。そしたらこれはいいよ、いい、でも言えない雰囲気だったんですよ。だからお前、俺が東京行く機会があんまりないしない、じゃあそっち行った時、うん、持ってっていいですかって言ったら、俺はええよ。あ、本当ですか。じゃあシーズン始まる前の方がいいんですかね。まあ、どうなんだな、うん、でも直接は言いにくかったな、電話の方がええわ。何ですか、目当たり目で言うとやっぱり、まあ、怖くはないんだけど、うん、お母さんのまあ人柄も知ってるしね、はい、寂しがり屋っていうのも知ってるし、はい、もう飲んだらこうね、うん、野球の話が好きだから絶対野球の話になるんだよ。あ、うん、で細かいところまでやっぱ見てるしな。そうですよ、解説されててもそうですからね、うん、岡田さん、そうそうそう、はい、だから、まあ、これからね岡田監督も追っていかなきゃいけないなと。いやそうですよ、本当にね、3月終わりから新しい、まあ、岡田監督率いる新阪神がどんな戦いをしていくのか楽しみですよ。どんな野球をしてくれるのかっていうのが、ババ向いてコーチ、いや DeNA で一緒だった新総理コーチね、はい、うん、おババとか言ってた、うん、タコさん、え、お前どうしたんだよ、緊張感。 DeNA の時と全然違う。全然違う、タコさんとかじゃないんだよ、タコさん。やっぱそれだけやっぱ全体的に緊張感が浸透してる、まあ、いいキャンプをしてた。あー、あー、コーチ陣含め、ね、選手たちにもそのね、そう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 、ピリッとした感じが伝わっていて、ね、なんかいいキャンプをね送っているようですね。はい、そうだね、はい。